クティクスオーガ第5章、前回からの続きをやっていく。よろしく頼む。クリザローの町からタインマウスの丘を通ってボルデュー行く。さあ、では戦ってゆく。ボルデュー湖畔。ボルスタの奴らがこんなところに。人数も多い。ゲーカも分かっておらん。混乱の中だからこそ前線を確実に守らなければならんというのに。貴様、敵前逃亡する気か。私に殺されたくなかったら戻れ。皆の者、奴ら反乱軍にこのボルデュークを越えさせてはならん。進め。すぐに越えてやるからな。待っておけ。ガルガスタン軍に次ぐ。剣を捨て直ちに投降せよ。投降すれば命だけは助けよう。なんとラビリスか。まだ生きていたとは。しつこい女め。私の名を呼ぶお前はレクセンテール。お前こそまだ生きていたとはな。悪運の強い男だ。いいだろう。武人の誇りをかけて剣を交えようか。その首取って死んでいった仲間の供養としよう。うん、急所を抜け。精神を統一し急所を射抜け。動きを鈍らせろ、ブラックダウン。ズガーン。強い。よし。だから言ったのだ。前線の現状を知らんから。よし。やっぱ頼れるのは鍛え上げた自分の仲間だけだな。バイスとラビニスは転生石で逃げていってしまった。よし、次は。ゾード出現だ。いや、マイクね、買って高音質になったと思うんですよね。どうですか皆さん。なんかさーって音がなくなったと思います。よかったやつ、高性能マイクを買っただけありますね。値段4倍したので配置可能数が増えてるの。じゃあちょっと、そうだな、もう一人ぐらい増やしたいんですよ、回復を。なんかこうサブリナ1レベなんですけど、こいつぶち込んで一番後方にさせて、こいつは働かないようにしときましょうね。そうしましょう。でこいつだけレベル上げします。前線を突破されたのか。レクセンテールめ、口ほどにもねえな。やべえ顔のやつ出てきたぞ。まあちょうどいい。手塩にかけて育てた魔獣を実戦に投入し試してみるのも悪くない。ドラゴンとかだか。あ、違えわ、これグリフォンとかだ。あ、グリフォン来たね。オブだ、来い。夏夏。おい、野郎ども、出番だぞ。さっさと出てきやがれ。うわわ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 。ベルダー、オムダー、おめえたちの実力をやつらに見せてやるんだ。やーべえやつが出てきた。サブリナ殺させないようにしないとな。できるだけ前叩かなきゃいけないな、これは。ラビリス、そっち行っちゃまずいな。回復届かなくなる。
ああ私がここで深手を。ああもう使えねえ、ラミリ使えねえや、使えなさすぎる。うやべ、こっち来るか、しかも麻痺させられた、やーべ。行くなお前も前に、回復届かねえんだよ。さてやばいな、どうすっか。何やっとんねん、杖で攻撃すんなや。あーちゃー、もうカチャ捨てるしかねえなこれ。もううちの兄弟だ、兄弟がバカな動きしかせん、バラバラや。強いなこいつ、まずいぞこれは。ガンプだけやっちまうか先。いやそんな暇はないな。どうすっか、かっこ激ハラな。やっぱりめっちゃ食らうぞこれ。強いワンパン、ビルドだけやっちまうか。770、やーべえな体力。どうすっかな、岩で60、やば。一人全員後ろに戻さないとやばい、全員ちょっと後ろに戻さないとやばいなこれは。来たー、こいつ逃げさせよう。とりあえずこいつ何の役目だったん、投石だけしとくかだよね。あやばい、余計なことした。主人公後ろに戻そう、一緒に主人公戻そう。こいつはどうしようかな。こいつ魔法使いとか やらせに行くか、後ろから強襲させるかこいつは。でこいつ後ろに下がらせて、おぼろちゃん後ろに下がらせて、ベルダやっちまう。こいつ危ねえ、強い。カチャは捨てやん、あいつは守ってらんねえわ。こいつは後ろに引かせて、あキアシード使ってくれた、自分で持たせておいてよかった。よしよしよし、あのザコどもを後ろからカッコ撃破していこう。とりあえずあいつらは、カノープスさんはカチャ捨てて一回撤退かなこれは。いやここで叩かせるか、オブだとワンチャン
いけっかな。こっちにも必要なんだよな。削っとこう。カロップスさんは強いから、こっちでちょっと削りやってもらおう。あー、カチャやべ。ごめんなさ。あーあーあああああやべ、どうしようもねえな、カチャ。ほんとにやべやべ。よしよし、とりあえずバイスにヘイト行ってっから、バイスにヘイト行ってっから。やーべ、サブリにやれる。あーやーべ。サブリナやられたか。まあそうだよな、1レベル連れてきたらそりゃそうなるよな。まあいいや、あいつは別に1レベルだから、やりとり直しや。捨てや捨て。やっぱ鍛えてからの方がいいね。もう一人回復ね。さてどうすかな。こいつは真ん中で戦わせとくしかないな。よし、強い。カロップスさん行ったか。うわ、強えな。とりあえずこいつはホームっとかなきゃやばいから、こいつをホームる。岩で90強すぎやろ、マジ。さあ光栄でどうにか、こいつは光栄でどうにかするしかない。ベルタ、ベルタ大丈夫か。いや、いいか、退却だ。すげえ大事にしてんじゃん。俺の可愛い子供になんてこと。おめえらの顔は決して忘れんぞ、覚えてろ。逃げんの。あ、逃げんの。あ、逃げた。逃げたわ。なんだ、ベルダとかオブダだけ食わせればよかったんか。なんだよ。サブリナ生きてんのかこれ。強かったな。サブリナ、お、サブリナ一気に11レベルになったぞ。おうおうおお、サブリナ一気にマックスになったな。すげえ、ナイス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 。サブリナ生きてたわ。ナイス、ラッキーラッキー。よし、完璧や。さてバルマムッサの町へ、じゃあ行こうと思います。ちょっと待って、セーブしとこう。よし、行きます。はい、9人ね。サブリナが11レベルに一気に上がったので、さっきの先ほどの試合でまあ楽勝でしょう。回復2いますから、よし、行きましょう。バルマムッサの町、お、高低差っていいっすね。あー、そっち側か。あ、上からね。ナイス。あー、ここの町やりやすいんだよな。何者だ。昔からやりやすかった。反乱軍か。反乱軍の奴らが現れたぞ。ここ一方的にやれる。ここ一方的にやれんのよ、超簡単。上から撃ち下ろすだけ、全部。このまま高低差があるといいね。この高低差はでかい。クソ楽。矢がバンバン届く。こっからでも届くんじゃないな。楽ー。こっから届いちゃうからね、楽ー。上がってくる頃にあいつはもう自利品だわ。でワンパンに倒すわ、上上がってきたら。クソ楽。お前は出るな。強い。542、強すぎ、やばっ。
一方的な虐殺一方的すぎる虐殺が行われております。ああ楽すぎるよこの高低差。さあラストかな。マルガリーデチェイン強後続部隊の到着はもう少し時間がかかるはずだ。皆で手分けして各代表者を一箇所に集めてくれ。こちらの意図を伝える。楽勝すぎるぜ。ふざけるな。俺たちが来たのはそんなセリフを聞くためじゃない。あ、今ここに来た目的っていうのは前回忘れてる方のために話すんですけれども、この人たちは、奴隷なんですよね。元あの僕たちの、仲間が、奴隷にされてるんですよね。確か5000人ぐらいだったかな。奴隷にされてるんですけれども、そういう人たちを説得してこっちの仲間に引き込んで、敵国を打ち倒そうとしてるわけなんですけれども、こいつらが仲間になってくれるかどうかなんですよね。もともと俺たちの仲間なんですけれども、まあ、虐げられている状態なんですよねこの人たちはね。お前らはこのままガルガスタンの奴隷でいいって解放軍は邪魔だって言うんだな。ガルガスタンっていうのは敵国、敵国の奴隷でいいって言うんだな。解放軍は邪魔だって、自分たちね、俺たち解放軍なんですけども、解放軍は邪魔だって言うんだな。そんなに熱くならないでバイス。これじゃ話したくてもできなくなるわ。戦って何になるというんじゃ、ね、老人。争いは憎しみしか生み出さん。わしらは今のままでいいんじゃ。ここなら戦火に巻き込まれることはなく、食うにも困らん。家畜と変わらない生活なんだぞ。ここにいる限りそれは変わらない。いや今いい生活できてんだろ。できてんだね。奴隷なのに食うに困ってないらしいよ。奴隷なのに自由が欲しくないのか、人間らしい生活をしたくないのか。ウォルスタの誇りはどこへ行ったんだ。あんたたちが何もしなければ平和な生活が続いたんだよ。平和な生活続いてたんだって。解放軍だかなんだか知らないが、ただ首がすげ替わるだけのことじゃないか。民はそんなんね望んでないのか。同じことを言ってた息子は半年前の戦争で死んだよ。私の息子を返しとくれ。いや別に私たちがその息子を奪ったわけではないんですけど。お願いじゃ、このまま帰ってくれんか。ここに戦おうというものはおらん。いや老人ばっかだしね。そんな若いやついねえのかよ。こんな年寄り仲間入れたところで使い物にならんやろ。それに帰ろ。お主たちは勝てるとでも言うのか。あの強大な力を持つガルガスさん相手に英雄だかなんだか知らんが、公爵に乗せられているだけではないのかの。遅くなって申し訳ない。ちょっとこっちへ来てくれないか。話を聞かせてもらった。やはり説得は難しいようだな。いや、気にしなくていい。こうなることは分かっていたんだ。よく聞いてくれ。これから町の住人を一人残らず殺すんだ。こうなることを予想されていた公爵殿下のご命令だ。
悪いやつじゃねえか公爵殿下。どうして、一体どうして、なぜなんだ、理由を教えてください。公爵殿下はこう仰せられた。うん、バルマムッサの住人がすんなりと放棄するなら何も問題はない。しかし、あの子供たちが言ったとて、連中は武器を手に取り革命のために命を投げ出したりはせん。その時、お前はガルガスタンを装い、住人を一人残らず殺すのだ。なんですと、我が同胞を殺せとご命令になるのか。落ち着け、レオナール。お前は頭の良い男だから分かろうが、良いか、ガルガスタンとの戦いに勝つにはこれまで以上に我々ウォルスタの団結が必要なのだ。バルマムッサが奴らによって滅ぼされたとあれば、他の自治区にいる東方は嫌おうもなく戦わざるを得まい。しかしそれに、そうした暴挙をガルガスタンの反体制派が黙ってはおるまいよ。ジジイはば役に立たんから別に殺さんくてよくねと思うんだけど。いずれにせよ、バルバトスは戦力を我々とガルガスタン内部の反体制派に分散しなければならなくなる。そして我々はバルバトスを討ち取る大義名分と勝機を得ることができるというわけだ。しかし、デニム殿は黙ってはおりますまい。その時はお前が。やべえやつだぞ、ロンウェイ公爵。従ってくれるな。こうしなければウォルスタに明日はない。いやー、ここで選択肢が分かれて、ここでルートが変わるんですよね、多分。いやー、くー、やばいだろう。どうするみんな。で、このタクティクスオーガにはロールートってやつとカオスルートってやつとニュートラルルートっていう3つの選択肢があるんですね。で、分岐点としてここが分岐点が分かれるとこなんですよ。で、ここで分かっていますにするとロールートに行くんですよね。で、カオスルート、カオスルートはバカなことはやめるんだって言ってから、2章の終盤のアルモリカ城でレオナルに、それは絶対にできないって言っちゃうとカオスルートの方でもうすごいことになっちゃうんですよね。で、ニュートラルルートっていうのが、一章終盤のバルバムスタの街でここですよね。バカなことはやめるんだって言ってから、その2番目の2章のところで、レオナルに確かに争ってる場合じゃないって言うんですよ。だからここで1個目の選択肢にロールートに行くか、それともカオスルートに行くか、ニュータルートに行くかっていうのが分かります。どれにしようかな、どれにしよう。で、みんな多分見たいのはカオスルートなんじゃねえかなと思うんですよね。ね、みんなね、まずはロールートとかニュートラルートからみんな行きましょうって人が多いんですよ、実況者さんとか配信者の方っていうのは。だから私はあえてカオスルートを選ぼうと思います。はい、カオスになっていこう。カオスルート見たいでしょみんな。ではカオスルート選択します。バカなことはやめるんだ。カオスルート入りました。殺して何が大義だ。やはり君は幼い、その無垢な心が羨ましい。自分の手を汚してでも理想を貫く、それができなければ戦いに参加してはいけない。いけないんだよ。ヒュッ、デニム、デニム大丈夫？バイス、こっちへ来て。
バイス、どうしたの？あなた、まさか。バイス、やれ。その3人を殺すんだ。きたー。敵、バイスが敵になるルートです。これが、これがカオスルート。バカだな。戦う意志のないやつなんか死人と同じじゃねえか。バイスの顔が違う。何人殺したって死人なんだから誰も咎めやしないさ。それどころか、同胞のためになるなら喜んで死ぬ。あなた本気で言っているの？どうしちゃったのよ、バイス！黙れ、カチュア。食い物が手に入らないあの貧しかった時、俺が手に入れたウサギの肉を覚えているか、カチュア。お前は礼も言わずに弟に食べさせやがった。俺がお前のためにやっと手に入れたウサギの肉なのに。当たり前のように俺をバカにしやがって。カオス。まさにカオス。デニム、てめえもだ。気に入らなかったんだよ、ずっとな。どうしててめえがリーダーなんだ？どうしててめえがカチュアの弟なんだ？レオナール、殿下は本当にそんなご命令を？あなたはそれを本気で実行しようというの？無論、我々は命令に従うまでだ。それが閣下に、いや、国家に忠誠を誓った者の責務であろう。同胞の犠牲を厭わぬどころか、その犠牲を戦争の道具にしようというのね、公爵は。命を懸けて戦ってきたのに、主君が民を裏切るなんて、私はなんて愚かだったんだろう。ラビニス、君はこの後に及んで任務を放棄し、主君、祖国を裏切ろうと言うんだな。裏切る？違う、そうではない。公爵を、お前たちを見限るのだ。ウォルスタの未来のため、共に進んで行けるものと思ったが、いや、同胞でも意見をことにする者がいるのだ。同胞でない君ならばなおさらか。私が同胞ではないと。カオス。君にはウォルスタ以外の血が、ガルガスタンの血が流れている。所詮根血の君に期待するなど間違いだったということだ。引け、ガルガスタンの猛者よ。我らは平和を願い、この自治区を建設した。にもかかわらず、アルモリカのロンウェイとその一派は平穏な生活を踏みにじり、再び攻撃を始めた。我々は座して死ぬつもりはない。奴らにガルガスタンの誇りを見せてやろう。来た、ガルガスタンの兵。兵に扮した、ガルガスタンの兵に扮したものなんで、こいつらはロンウェイ公爵が送り出してきたウォルスターの兵ですね。扮してこの心を虐殺しようとしてますね。この町に救うウォルスターの豚どもを殺せ。根絶やしにするのだ。来た、聖なる兵どもよ。バイス、あとは彼らに任せろ。こっちへ来い、町をやるぞ。待て、レオナール、バイス。カオス。ああ、引っ込んでろ、この半端もん。お前いつから弓矢を使うことになった？許されるわけが。ああ、ラビニスさん、カオス。まさにカオス。さあ、ここから戦いが始まりました。配置10になりましたね。配置が10。
戦えないやつは置いていくしかないんだが、一気にレベル上げするチャンス。こっからはちょっとリップを入れましょうかね。リップを入れて、リップはもう戦わないで後方に置いてきます。こいつはヤツらを倒し住人を助けるぞ。フリー主力を尽くし戦うんだ。位置がフリー。はい、というわけで、ここまでしておきます。ご視聴ありがとうございました。いや、カオスルートになっちゃったんで、バイスとレオナルが敵になってしまいました。これからどうなるんでしょうか。一応ニュートラルルート見たい方は別に、ニュートラルルートも見たいって方は別にニュートラルルートもお見せできるんですけれども、どうしましょうか。まあちょっとどうしようかな、ちょっと考えておきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では次回、また次回の動画でお会いしましょう。この次回はこのウォルスターと VS ウォルスターで戦うところから始まります。ご視聴ありがとうございました。またねー。わー、ずっと目つぶってんな、青くん。わー、カオス。